こんにちは、ゆかです。今回は私が先週1週間に食べた平日の晩ご飯をご紹介していきます。先週は中間テストウィークで一段と忙しくて料理が本当に雑なんですけど、どれもとても美味しく油を使わずに作ることができたので、油を控えたいなという方やズボラさんには特に必見です。では早速いきましょう。ではまず今週の晩ご飯で一番素朴だった月曜日のご飯からいきます。まずお鍋に少しだけお水を入れて蓋を閉めて温めておきます。その間に玉ねぎをくし形に切っていきます。お水がそれまでに温まっているはずなので、ここに玉ねぎを入れてほぐしたら、冷蔵庫に切ってあった人参も入れて混ぜます。そしたら蓋をして約2分ほど蒸していきます。玉ねぎがいい感じに透き通ってきたら、ここに冷凍してあったブロッコリーも入れて、さらに冷凍してあったカリフラワーの葉っぱも入れました。ささっと混ぜて全体を温めたら、ここにお湯と冷蔵庫にあった下味のついているひよこ豆を入れました。全体を混ぜ合わせたら再び蓋をして2、3分火にかけます。その間に今日はおにぎりを作ります。今年2018年は11月16日までおにぎりの写真をおにぎりアクションというハッシュタグ付きで投稿すると、世界の子どもたちに給食5食分の寄付がされるというキャンペーンが実施されていることを知ったので、私はこれからしばらくおにぎり生活です。今日は小豆と玄米のおにぎりです。玄米を炊くときはちゃんとこんな感じに目がピヨって出るまで浸水してから炊いてくださいね。海苔を巻いて完成です。そろそろ野菜に火が通ってきているはずなので、お鍋を火から下ろして少しお湯の温度を下げます。お味噌を好きな量溶かしたらお味噌汁の完成です。お味噌汁とおにぎりとか、もうザ日本のご飯で落ち着きますね。この味噌汁、ひよこ豆とカリフラワーの葉っぱから出る旨味とコクで味覚によらずものすごく美味しいです。おにぎりは久々に食べましたが、やっぱり海苔とお米のコンビネーションは最高ですね。もうたくさんグーが出ちゃいました。では続いて今週最後の包丁とまな板を使う日となった火曜日に食べた晩ご飯です。まずお鍋に火をかけて高野豆腐を好きなだけ入れていきます。そしたら高野豆腐の高さと同じくらいまでお水を入れて蓋をして膨らませておきます。その間にかぼちゃを切っていきます。前回お見せしたようにかぼちゃをくるくると回しながら切っていくと楽に切れます。4等分にしたら種と綿を取り除いて切りやすいところまで薄切りにしていきます。この薄切りは別の日用に冷蔵庫に取っておいて、今日はこの残りの部分を一口大に切って使います。お鍋をチェックしてみて高野豆腐がいい感じに膨らんできていたら、かぼちゃを加えていきます。そしたらここに醤油麹、あと粉末の昆布だしを加えていきます。具材がかぶるくらいのお水を入れたら全体をかき混ぜ、蓋をしてグツグツ煮ます。その間にブロッコリーを切っていきます。
ちなみに今週は食材買い出しに行く暇がなくて、家にある唯一の新鮮な野菜がさっきのかぼちゃとこのブロッコリーなので、今週はブロッコリーとかぼちゃを駆使していきます。房の部分は別の日用に取っておいて、今日は茎だけ使います。さっきのお鍋にブロッコリーの茎を足して軽く混ぜたら、蓋をしないでグツグツします。その間に昨日からの余りのお味噌汁に消化パウダーを少し加えて温めていきます。では続いて今日もおにぎりを作ります。昨日と同じ玄米と小豆のご飯に今日はとろろ昆布を巻きました。煮物の水分が減ってかぼちゃにお箸がスッと刺さったら OK です。お味噌汁もいい感じに温まりました。煮物とお味噌汁をよそったら完成です。2日目のお味噌汁は具材に味が染み込んでより美味しく、煮物も高野豆腐はフルフルで、かぼちゃはトロトロでとっても美味しかったです。とろろ昆布とご飯の相性もバッチリでした。続いて水曜日は新しくお味噌汁だけ作ります。まずお鍋に昨日の夜からお水につけておいた干し椎茸を漬け水ごと入れていて、チョキチョキとキッチンバサミで切っていきます。そしたらここに月曜日にも使った調理済みのひよこ豆と細ネギも加えていきます。さらに昨日切ったブロッコリーの房と冷凍庫にあったカリフラワーの葉っぱの芯も入れて、お水を足して火にかけます。その間にかぼちゃの薄切り3枚をトースターにかけて、昨日からの煮物の残りを電子レンジにかけます。この日も同じ玄米と小豆のご飯で塩おにぎりを作りました。かぼちゃにいい焼き色がついたらトースターから出して、お鍋が沸騰したら火を止めて、沸騰が収まったらお味噌を溶かしていきます。お味噌が足りなかったので醤油麹も足しました。全体的に混ざったら完成です。かぼちゃってトースターで焼くだけで絶品になってしまうので楽ちんですね。椎茸の出汁と醤油麹のお味噌汁は格別でした。煮物も2日目はより味がまとまってとても美味しかったです。そろそろこの週も終盤、木曜日です。まず昨日からの残りの味噌汁に消化パウダーを加えて弱火にかけて温めていきます。そしたら小さいフライパンに火をかけて、かぼちゃの薄切りを並べたら、お水を少しだけ加えて蒸していきます。その間に再びおにぎりを作っていきます。この日は玄米とひよこ豆にごまとお塩を混ぜて炊いたご飯です。海苔を巻いて出来上がりです。かぼちゃが蒸されてお水がなくなってきたら、冷凍庫にあったケールと塩麹を加えて追加で 1,2 分蒸していきます。かぼちゃをひっくり返しながら塩麹が全体に回るように混ぜたら出来上がりです。お味噌汁もこの間に温め直し完了しました。残り物と保存野菜のおかげであっという間にご飯が完成しました。生姜入りのお味噌汁は寒くなってくるこの時期にはもってこいですね。ちょっと塩麹を多く使いすぎてしまいましたが、この蒸し炒めはとっても美味しくて、ホクホクのひよこ豆はご飯との相性抜群でした。いよいよ平日最終日、金曜日です。なんとこの日はおにぎりではありません。まずフライパンに火をかけて、かぼちゃの薄切りを入れたら、前日の夜からお水につけておいた干し椎茸と昆布を漬け水ごと入れていきます。そしたらキッチンバサミで昆布と椎茸を好きな形に切っていきます。ここで隣に温めておいた小鍋にこのだし汁を少しお裾分けしたら、蓋をして沸騰させます。その間にさっきの小鍋にカレー粉とオニオンパウダーを入れて、いい香りがするまで火を通します。
そしたらここに残っていたお味噌汁を入れて全体を混ぜたら蓋をして温めます。フライパンの出汁が沸騰したらここにご飯を好きな量入れます。かぼちゃを少し細かく潰しながら全体を混ぜ合わせたら蓋をしないでグツグツさせて水分を減らしていきます。こんな感じにリゾット状になったらここに残り物の煮物を加えて混ぜ合わせて冷凍庫にあったケールも足して混ぜたら出来上がりです。お味噌汁もいい感じに温まったらお椀によそっていきます。和風かぼちゃリゾットとカレーお味噌汁の完成です。カレーお味噌汁はお味噌汁が余った時によく作るんですけど、お味噌のコクとカレースパイスがよく合ってとても美味しいです。リゾットもかぼちゃの甘みが感じられるほっこり優しい味になりました。はい、こんな感じで今回は忙しくてかぼちゃとブロッコリーのオンパレードかつ残り物の使い回しな晩ご飯になってしまいましたが、より実生活で真似しやすいメニューを紹介できたんではないかなと思います。気を張って作った豪華なご飯ではなくても心を込めて作って味わいながら食べると心もお腹もいっぱいになるので、皆さんも忙しいかもしれませんが食事の時は気を抜いてリラックスしていただけたらなと思います。ではいつも見てくださって本当にありがとうございます。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録のボタンポチッとよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。とちょっとここでストップ。一つお知らせがあります。今月11月から日本ビーガンコミュニティ YouTube によるビーガン YouTuber 共同企画が始まります。今回は現メンバー6人の自己紹介の回となっています。概要欄にリンクを貼っておくので、もしご興味のある方はチェックしてみてください。では気を取り直して、バーイ。